ドミニク・クーパーはイギリスの俳優。ロンドンのロンドンアカデミー・オブ・ミュージック・アンド・ドラマティック・アートで演劇を学び2000年に卒業。主にイギリスで舞台、テレビ、映画で活躍している。2004年にアラン・ベネットの舞台ザ・ヒストリー・ボーイズを香港、シドニー、ウェリントン、ブロードウェイで行った。この作品でイブニング・スタンダード 英国賞などにノミネートされた。2011年のデビルズダブルある影武者の物語では一人に役に挑戦した。この映画に対し著名な評論家であるロジャー・イーバートは全ての賞賛はドミニク・クーパーに向けられるべきであり、また今よりもっと賞賛されて良いと絶賛した。2008年公開のミュージカル映画マンマミーアでの共演をきっかけに アマンダ・サイフリットと交際していたが、2010年に破局した。2010年初めから、俳優、ルース・ネッカと交際。二人が最初に出会ったのは、舞台、フェードルにおいてであった。クーパーとネッカは、ロンドン、プリムローズ・ヒルで同棲していた。二人は、約6年間交際した。ただし、ネッカは、2018年4月に、 マスコミが初めて二人の破局を報道した際、マスコミが事実を知るのに何年もかかったことに注目している。2018年12月、ブリティッシュファッションアウォードで、クーパーはカップルとして初めて、ジェンマちゃんと公に登場した。ありがとうございます。